さあ、まもなく第4クォーターに入ります。チーム攻守方向を入れ替えまして、今度は六甲学院がスタンドメインスタンドから向かって右から左に攻める格好になります。六甲学院相手陣47ヤードからフォースダウンスリーですが、パントフォーメーションを選択しました。さあ、このパントプレッシャーありまして低いパントになりました。しかし転がりよく関西学院陣30ヤード付近でボールデッド。この位置で攻守交代となります。プレッシャーから六甲学院あばやこのパントをブロックされかけましたが、素晴らしい判断で陣地挽回を図りました。試験ではありますが、現時点力量点ではやはり関西学院が上回っている感がありますが、六甲学院ここまで素晴らしい工夫をしまして、この関西学院の勢いを寸止めしている状況に持っていっております。さあ、これを振り払うことができるでしょうか。関西学院ボールオンは自陣31ヤードからファーストダウン10。ここでホイッスル、イエローフラグ、反則が発生しています。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。オフェンスチームは揃ってスタートしなければいけません。乱れたスタートにより5ヤード抜体となります。従いまして関西学院ファーストダウン15。さあ、クォーターバック左に投げた、そこからスクランブル、パスターゲットを探しておりましたが、ターゲットがカバーされていると判断しスクランブル、緊急発進のランプレーに変えました。この判断が功を奏しましたようですが、しかしイエローフラッグ、反則が発生しています。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。ボールを持っているチームは相手選手を掴んだり握ったりしてはいけません。押すことだけが許されています。この反則により10ヤード抜体となりまして、関西学院ファーストダウンやり直しとなります。反則は反則の発生した地点からの成功となりました。従いまして関西学院ファーストダウン25の状況と変わります。ボールオンは自陣16ヤード、関西学院ファーストダウン25。ここでホイッスル。さあ、反則が発生しているようですが、この判定どちらとなるでしょうか。反則の発生です。オフェンスの反則続きます。フォルススタート、関西学院揃ってスタートできませんでした。5ヤード抜体しファーストダウン30の状況に変わります。さあ、関西学院自陣11ヤードの位置にあります。ファーストダウン30の状況に入りました。31番、タックルを見事にかわしまして、そのまま独走、一気に相手ディフェンスを振り切って、そのまま右サイドラインが駆け上がってエンドゾーンに飛び込んだタッチダウン。見事89ヤードのタッチダウンを決めまして、関西学院タッチダウンを上げて6点獲得です。
してタッチアウトのトライフォーポイント。このキック決めまして1点追加。関西学院高等部ファイターズ10点、六甲学院ボブテルズ0点となりました。見事89ヤードのタッチダウンランを決めましたのはランニングバック31番の長いチームキャプテンがこの窮地を見事自らの走りで突破しました。さあ膠着状態にありかけたこの試合、永井の素晴らしいランによりまして大きな展開を生まれました。関西学院10点リードし、キックオフにより試合再開となります。六甲学院、この反撃となるシリーズを結びつけることができるでしょうか。このキックは外へ出ましてイエローフラッグ反則となります。キックオフのボールは外へ出してはいけません。この場合リターンチームは出た位置から5ヤード進んだ地点での攻撃を得るか、5ヤード下がって蹴り直すか、あるいは50ヤードのペナルティとして自陣35ヤードの地点からの攻撃のいずれかを選べますが、果たしてどのような選択をするでしょうか。六甲学院は5ヤード下げてのリキックを選択しました。失礼しました、ペナルティよりは30ヤードという形になります。ですので、引き算にしまして35ヤードからの攻撃という選択肢があります。さあ関西学院キックオフをやり直しますがどうなりますでしょうか。同じくサイドライン際を狙いましたが再び外へ出ております。リターンを避けるためにサイドライン際を蹴っておりますが、このため外へ出てしまっているようです。さあ六甲学院はここでどのようなチョイスをするでしょうか。さらに5ヤード下げてキックオフやり直しを選択します。この結果関西学院のキックオフ地点は自陣25ヤードに変わりました。このボールエンドゾーンに届きましてタッチバックとなります。キックオフのボールタッチバックとなった場合には六甲学院相手方の自陣25ヤードからの攻撃と変わります。大きく後退する形になりましたが関西学院そのキック力で見事この状況を打開しました。攻撃権は六甲学院に変わります。六甲学院自陣25ヤードからファーストダウン10。さあまずランプレーから入ります。セットバックフォーメーションから後ろにいましたバックスにボールを持たせて右オフタックルへのパワープレー。ランプレーのゲインは約2ヤードとなっているようです。失礼しました、ゲイン1ヤードに訂正します。六甲学院自陣26ヤードからセカンドダウン9。ハンドオフオプションを展開しようとしましたがここでボールのエクスチェンジミスがありました。あわやファンブルロストというところでしたがクォーターバック41番自ら抑えております。しかし結果的に1ヤードロスとなりましてサードダウンに変わります。
六甲学院自陣25ヤードからサードダウン10。不成功。クォーターバック41番プレッシャーをかいくぐりパスターゲットをさらしておりましたが、しかしそれが見つからずセーフティーバルブパスを展開しようとしましたがパス不成功に終わっています。ダウンを結果的に1つ失いフォースダウンに変わります。トヤおじさん様、確かに30ヤードの状況でしたのでパスと思われがちでしたが、一気にランプレーで打開したのは圧巻でした。六甲学院フォースダウン10、パントフォーメーション。プレッシャーからか大きなパントが蹴れません。自陣脱することできず、六甲学院陣40ヤードを超えた地点での攻守交代となります。ビーキング様、そうですね、関西学院のキッカーの6番の中、中学時代からその名を轟かせたロングキックをここでも披露していました。さあ攻撃権は関西学院に変わります。関西学院相手陣44ヤードからファーストダウン10。さあ奥へ行った、不成功。ここでロングパス、一気にエンドゾーンを狙うパスを投じました。しかしこれはわずかにオーバースロー、パス不成功となりましてセカンドダウンに変わります。加瀬学院相手陣44ヤードからセカンドダウン10。ナイスランを決めましたが、ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。さあこの反則の判定はどうなるでしょうか。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。反則発生地点から10ヤード抜体という形になります。結果的にゲイン1ヤードとなりました。関西学院セカンドダウン9、ボールオン相手陣43ヤード。反則発生した地点が最初のプレーより11ヤード前進した位置でした。このため10ヤード抜体し1ヤードのゲインという形になります。これはロックオン、ナイスディフェンス。ここで関西学院はハンドオフオプションでランニングバックに託しました。しかしこれを対応しましたのは六甲学院68番、見事ノーゲインに留めています。素晴らしい判断を決めましたのは六甲学院の68番、松本。加瀬学院サーダン9、ボールオンは相手陣43ヤード。パスカット、パス不成功。ここで関西学院ロングパスを投じようとしましたが、これを読みましたか六甲学院ディフェンスライン殺到し、パスリフェクト、パスを叩き落とし、パス不成功と変えました。関西学院フォースダウンに変わります。
関西学院フォースダウンナインパントフォーメーションを選択します。さあコントロールされましたパントはエンドゾーン手前に落とされましたが、しかしわずかにエンドゾーンに入りました。エンドゾーンに入ったキックボールはタッチバックとなります。パントの場合は攻撃権は相手陣20ヤードから相手陣に譲渡され、相手側攻撃の自陣20ヤードからの攻撃と変わります。しかし関西学院のパンター中、ここまでキッキングでチームを優位に導いております。攻撃権は六甲学院に変わりました。六甲学院自陣20ヤードからファーストダウン10。失礼しました。ボールオンはタッチバックから20ヤードから。パス不成功。クォーターバック41番プレイアクションから左ロールアウトしてのパス、しかしこれはレシーバーとタイミング合わず、パス不成功に終わっています。ダウン1つ失ってセカンドダウンに変わります。六甲学院自陣20ヤードからセカンドダウン10。ウォーターロック41番パスターゲット見つからずスクランブル、プレッシャーをかいくぐり左オープン展開しまして約5ヤードのゲインとしています。ここでウォーターブレイクが入ります。絶妙の判断で5ヤードのゲインを決めました。六甲学院のクォーターバック41番は岩田です。現在第2クォーターのウォーターブレイクの入っている状況になっています。試合展開としては関西学院が10点リードしている状況でありますが、六甲学院も反撃の糸口を見つけんと現在攻撃中にあります。さあ前半戦残り5分で現時点でのタイムアウト、そしてポジショニングはリセットされますので、この状況を打開するのはこの5分間の攻防が非常に注目するところになります。ウォーターブレイク解けまして、まもなく試合再開となります。六甲学院自陣26ヤードからサードダウン4の状況で試合再開となります。さあ試合再開です。ここでホイッスル、イエローフラッグ反則が発生しています。六甲学院の反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。5ヤード抜体しサードダウンやり直しとなります。従いまして六甲学院自陣21ヤードからサードダウン9。
ーセプトターンオーバー。ここでクォーターバック41番はロングパスを投じようと構えましたが、この時にディフェンスが殺到、パスを結果的に弾かれる形になりまして、浮いたボールを取ったのは関西学院29番、インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー、見事インターセプトしました関西学院29番は竹本、チームのバイスキャプテンです。これより関西学院は絶好の位置からの攻撃を得ます。ボールオン相手陣27ヤードから関西学院ファーストダウン10。しかしここでは六甲も踏ん張りをかけます。中央へのランプレーで突破上がりましたが、ここで六甲学院ディフェンスライン陣63番68番が殺到、このランプレーノーゲインとしました。六甲学院63番は吉川、68番は松本。関西学院セカンドダウン10、ボールオン相手陣27ヤード今度は横へ振ります。谷バック31番トスを受けて左オープンへのランプレー、ディフェンスの隙間を縫うように走りまして約9ヤードのゲインとしています。ここは関西学院の31番永井が見せました。キャプテンがここで意地を見せています。関西学院相手陣18ヤードからサードダウン残り1ヤード、関西学院ファーストダウン。ここで関西学院はアイフォーメーションからのブラストプレーで相手ディフェンスを粉砕して攻撃権更新としました。見事期待に応えました。ランニングバック30番は谷岡。関西学院ここは確実に攻撃権更新を果たしています。関西学院ファーストダウン10、ボールオン相手陣13ヤード。ここでホイッスル。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。選手がフライングをした選手がいた模様です。5ヤードバッタイとなります。関西学院ファーストダウン15。ボールオンは相手陣18ヤード。さあ中央へのランプ、しかしこれは六甲学院も踏ん張ります。ラニバック22番ハンドオフを託されて中央突破を図りましたが、ゲインは約1ヤードに、失礼しました、約3ヤードにとどまっています。キャリア22番は酒井。関西学院セカンドダウン12。クォーターバック3番プレッシャーをかいくぐって右ロールアウトからパス、エンドゾーンにいたターゲットへパスを投じましたが、このパスは通らずパス不成功となっています。関西学院サードダウンに変わります。関西学院サードダウン12、ボールオンは相手陣15ヤード。
失礼しました。フォースダウン12です。フィールドゴールトライ、キックのフィールドゴールの選択をしました。失礼しました。ダウンアカウント誤っておりましたが、このフィールドゴール決まりまして3点獲得。関西学院高等部ファイターズ13点、六甲学院ボブテイルズ0点となりました。失礼しました。ダウンインジケーターを誤って確認しておりました。申し訳ございませんでした。しかしこれにより関西学院さらにフィールドゴールで加点に成功しております。その差13点と変わりました。そしてそのフィールドゴール決めました関西学院のキックオフで試合再開となります。このキックオフは外で出ましたので反則となります。六甲学院は5ヤード下げてのキックオフを選択しました。関西学院は六甲学院のリターンをかなり警戒している模様です。さあ自陣30ヤードの位置に変わりましてのキックオフ。このボールエンドゾーンに入りましてタッチバックとなりました。六甲学院自陣25ヤードからの攻撃と変わります。これほどのキック力を見せますとこのキッキングゲームでいかに優位な地位を保てているのかよくわかる光景でもあります。六甲学院自陣25ヤードからファーストダウン10。前半残り時間は1分20秒。中央へダウンプレーで突破を図りましたがしかしこれは関西学院ディフェンスラインが集まりよく原因ほとんどありません。セカンドダウンに変わります。キャリアは26番の遠藤でした。六甲学院自陣25ヤードからセカンドダウン10。ここでホイッスル。六甲学院ここで前半1回目のタイムアウトを取ります。ここで六甲学院はそのまま前半戦を終了する構えかと思われましたがここでタイムアウトを取りました。さあタイムアウトを解けまして試合再開となります。このタイムアウトで六甲学院はどのような選択をするでしょうか。ボールオンは自陣25ヤードの位置にあります。前半残り時間は40秒。六甲学院セカンドダウン10。
中央へのランプレー、再びランプレーによる突破を図りましたが、しかしゲインは2ヤードにとどまっています。ここでホイッスル、ここで関西学院が前半2回目のタイムアウトを取ります。関西学院、ここで試合時間を確保した状態で最後の攻撃を狙う模様です。この点すでに前半戦ではありますが、時間をかけた戦いが始まっております。このタイムアウトどのような形に状況を変えていくでしょうか。試合再開になります。六甲学院サーダン8、ボールオンは自陣27ヤード、前半残り時間は32秒。さあ中央へのランプレーを三度選択しました。ここでホイッスル、関西学院前半最後のタイムアウトを使いまして攻撃権確保を狙います。こちらより横高校はラーニングプレーを行いました。ここで最後、前半最後のタイムアウトのように時計が止まります。前半終了まで25秒、非常に面白い駆け引きになっております。六甲学院はフォースダウンですので、この自らが時間を消費できる可能性があるのはこの1回しかありません。しかし25秒は長い。結果的に関西学院はわずかですが攻撃を得る機会を得そうです。さあ試合再開します。六甲学院フォースダウン5、ボールオンは自陣30ヤード、パントフォーメーションを選択します。さあパンとしたボールは関西学院陣40ヤード付近でボールデッドとなりました。前半残り時間11秒となりました。攻守変わりまして今度は関西学院の攻撃と変わります。関西学院はタイムアウト残っておりません。残り11秒の前半戦のシリーズ、どのような形に持っていくでしょうか。関西学院自陣41ヤードからファーストダウン10、前半残り時間は11秒。パスが止まっている、そして外へ出た。結果時計は止まっています。攻撃権更新、ファーストダウン。前半残り時間4秒、残り時間4秒、ボールオン相手陣40ヤードから関西学院ファーストダウン10。ここでホイッスルになっています。ここで六甲が前半2回目のタイムアウトを取ります。浮き足だったままではまずいと、ここでタイムアウトを六甲を取りました。兵庫県予選準決勝にふさわしい白熱した攻防が前半戦で行われています。
さあタイムアウト解けまして試合再開です。関西学院相手陣40ヤードからファーストダウン10、前半残り時間は4秒。パス不成功、ここで一気にエンドゾーンを狙いました。ターゲット8番あわやキャッチするかと思いましたが、しかし6個を見事にパスカバーしまして、パス成功に終わりました。ここで前半時間がなくなりました。前半戦終了となりまして、関西学院高等部ファイターズ13点、六甲学院ボブテルズ0点で、関西学院2タッチダウンリードという形で前半戦終了です。